6月刻々と物語の終わりは近づいていってるぞ。このまま変な終わり方はしたくないけど、するな、まあ、うん、怪我率だ。あーだん、これはありがたいね。建造により取り組めるようになるじゃないですか。あと機材ね、これでいいかな。とりあえず回復っすよね。もう休もう、今日に関しては休んで体力万全にしてちゃんと建造して進める。全然できてないからね、博士の手術失敗以降。あれが余計だったよな。これ 4% 上げれるんで、これでよし。でこれで 89% になったかな。あと 2,3 回の練習でようやくピラミッドが完成する。試合まで11周ってあるんで、まあそこは間に合うでしょうね。うむ、また相談。もうよい。そこでだそこでだって今そんなテンションじゃないんだけどな。もう博士の手術引きずってるから。ん？おお！ファラオ。これは。さよう。めっちゃ食ってる。うまい。そうか。もしや。うん。ずれてるよ。まあしょうがなかろう。ホールさんじゃからの。これでこのイベントは終了やね。勝利の星という金徳のコツ。金徳のコツをこれ立て続けにゲットしてるんですけどね。あの何度だっていうポイントないから習得できないのって。何なの勝利の星って。登板するとグッと勝ちを呼び込むようになる。まあ勝ち運の上位互換な金徳能力ですよね。あそう、これ持ってたらなんかこんなクソみてえな能力でも勝てる投手、そらオートペナントでもね最後回す予定なんで、選手が出来上がったらの話です。うん、なんかせめてこれだけでも習得したいなと思う。そんなにポイント的にもいらないしね。だからこれ習得できるようにするため、まあ、ポイントも得ながら健造度高めていこう。今 89% 野球なんでね。でどうしようかな。スペシャルタッグワーキングできる、これでいこうかな。怪我率もダウンしてるんで大丈夫でしょ。ああよかったよかった。ちょっと積極的に練習していかないとね、ポイントも高めていかないと。んこれはヌービス。おそうか。わかった。全然上達しない。あれ？嫌なやつを思い浮かべよう。ボールを小さな虫だと思う。それどっちがいいんだろうな。嫌なやつとかいないんじゃない、ヌービスなそういうキャラでもないしね。ボールを小さな虫だと思う。どっちもなんか違うような気がするけど、まあこっちにしてみようかな。虫さん。ああ、そうなるか。心優しいんでね。いやなんかちょっと予想もしてたんだけど、そっちのパターンか。え、ファラオの敵。敵。わお。じゃーん。飛ばしすぎだよ。敵になるような展開この先ないから大丈夫だよ。これもまた金徳。あれ、イベントじゃないのか。まあでもまだ終わってないような感じもするんでね。何かしらコツ習得できるあれがあるんじゃないですかね。さすがにこの体力ではどうしようもないからデートして、あ、500件しかないからね。デートに誘って何すんねん。もう海とか公園、金使わないデートでしかないな。え、断られた。金ないから金ないこと見透かされて断られたんだけど。回復もできなかったしね。何、参加までに聞かせてもらおう。どんな魔術がいいか希望はあるのか。え、何そのパターン、初めてじゃん。選べないんじゃなかったのか。そうでもない。もっとも
なるほどね。まあこれは好感度とか上げてきたことによってってことなのかな。どうしようか。もう作業レベルの魔術じゃないかな。おそらく建造度を上げやすくなるみたいな感じじゃないの。だからこれでいい。あともうちょっとしかないんだよね。行くぞ。よーし。で作業レベルアップですね。あーこれはもっと早い段階でできていたら、もっと早い段階で建造度やポイントも稼げていたんですけどもね。今かって感じもする。休みましょうとにかく。いやあれちょっとデート断られると思ってなかったんで困ったわ。全然回復できなかったからね。断るなよ。500件しかないから断られたのかな。今建造度は 92%。 あこれやろう。ホールスワンと一緒にね、スペシャルタッグトレーニングで、これで建造度は 96% になってる。あと1回、あこれやればいいね。採石をやればようやくこのピラミッドの完成だ。長かったな。もっとうまく早くできていたんでしょうね。うまい人がやったら、俺がやったら。ようやく7月3週目だもんね。試合まで、公式戦まであと6週、クリアまで14週の時点でようやく完成だ。そして完成することによってどうなるかっていうのがずっと気になっていたんですよ。いやもう達成感半端ないね。プロ野球選手になる以上の達成感を今ここで得てるから、もういいんじゃない、終わりで。戻れる。あそうか、そういう話になってくるのか。いや、いやすぐには不可能じゃな。エネルギーがたまるまでは少し時間がかかるじゃろう。構わぬ。あーやっぱりね、全国大会がある以上は帰ってもらっちゃ困るよね。野球できなくなるんでこちらとしては。ところで、なんかいろいろ来た。誰やね。男 A、 男 B、 男 C に男 D。 それぞれの店の店主。何その展開。どの道ここでは普通の練習はできんからな。無論だ。うむ、にゃーも。うん。じゃ結局またピラミッド作りってこと。終わったと思ったら、普通の練習予約できるようになったと思ったら、街中をピラミッドだらけにする勢いで頑張るでやんす。そのあとお前日本の文化崩れるやろ。あーなんかいろいろとポイントをゲットした。まあこれはピラミッドを作ったことによってね、あと経験値とかもね、その辺も上がる。おーでなんだこれ、奏者釘付けというコツゲット。また金徳。ピラミッドを作ることによって何かしらランダムでゲットできるのかな。ほんでもう建造完了ってなってるので、もうやることはあとはもう建造していく、それでポイントを得ていく。まあつまりはもうこっから普通の練習と同じですよね。いやーでもなんか正直もう達成感に包まれてるな俺的には。いい選手を作るなんてもう博士の手術失敗した時点で無理なんだからね。だからもうなんかぶっちゃけこれで終わってくれてもいいような気がするんだけど、もちろん終わりじゃないしね。何よりも本当の意味で終わりを迎えるためにはスカウトに評価を上げてプロ野球選手にならないとダメなんだけど、ここまで見てよ、全然スカウト評価上げられてないからまずいんだよなこれ。とりあえず練習建造していこう。あ怪我率高すぎ、これはどうしようもないからね。デートを誘おう。また500件しかないから断られんのかな。やめてよ、結構グサッとくるから。断らないで俺を、逃げないで俺から。え、いややっぱこれ金ないからでしょ。金ないから断られまくる。何かしらまだラミーのイベント残ってそうな感じするんだけどね。これまた何にしようかな。強力の魔術。え何それ、ちょっと尋ねてみよう、やってみよう。うん、それは危険な魔術になるな。成功する可能性は高くない。どうじゃ、失敗するのは痛いですけども、なんか強力な魔術でもかけてもらわないと強くなれないんでね、お願いします。試合まであと4周しかない、もう間に合わないよ俺。行くぞ。ん、あ抜けてきた。うわー全経験点ポイントダウン、いてー。デメリット痛すぎるでしょう。ちょっとしたなんかね、ポイントのその下がりがあるかなと思ったら全部かいな。こんなやるんじゃなかった。逆に成功しておけば全経験点アップとかだったんでしょうね。だからほんと運に左右されるよ。それでいてお前博士が出てきて博士の手術も失敗したってなったらもうどうしようもないよね。完全にもうプロ野球選手としての道は断たれてるよ。あとはもうファラオについていってエジプトに俺も一生戻ることやね。そういう生き方しか残ってないわ今の俺にはね。
かあ、どうしようもねえな。もうせめてほんとスカウト評価だけでも上げておきたいので、建造イメージ、いやでもいいかも。ポイント集めていかないとダメだから、ホールスワンがいるところ彫刻で。でもクリアまであと11周で、試合まで3周、ひたすら2練習あるのみやね。ああ、伝説のトンカチ、まあええわ、もう建造度はどうでもいいから。なになになに、ここに来てもう何もなくていいよ。まずいでやんす。この写真を見るでやんす。ネットニュースで騒ぎになってるでやんす。え、ナイル川が干からびてる。なんじゃと、あわわ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 わすんな、チョッパー。忘れたか、落ち着け。え、何、そっからそのパートも入るの。そうでやんす。何？え、まさかそのフラグ回収ここで、あったね、あったね、だいぶ前ですよ。それはじゃな、言い訳はいい、申し訳ない。接着剤だこれ。私だどうやることでもないだろう。ともかくごまかした。皆のおかげじゃ。あ、何もすることなかったんですね。ちょっと時間かかるかなと思ったら、いやいや、何？な、いや、にゃんと。さすがだな。いちゃすんなや。おお、体力15下がった。これはこのタイミングだから起こったイベントなのかな。もしかしたらランダムとか、前にイベントのそのフラグが立った時は本当だいぶ前なんですけどね、今更感あるけどね。まあ、ピラミッドが完成した後も多分起こりうるものなんで、俺の場合ここで完成させたからここでのタイミングだったんだよ正直だいぶ前すぎてちょっと思い出せなかったんですけどね。で、今日に関してはもうこれちょっとでもポイントを稼ぐためにスペシャルタックワーキングでやって、試合まであと2周、クソみたいな能力で公式戦を迎えることになるな。もうどうしようもないよそれは。そうじゃな、セティしっかりするのじゃみんな頼ってるよ。もっと、コーチみたいになってんじゃん。そうでやんすね。いた。あ、聞きたいのだが。え、何、なんかまだ隠してんのかな。別に本来の目的はなんか他にあるってことだよね、空気的に。以上じゃ。わらわが、なんなのなんなの、早く判明しないともう終わるからこれイベントやってる、もう暇ないんじゃないかな。これ残り9周ってなってるけど、試合込みでの9周だからね、全部終われなさそうな感じもしてるわ。あ、
怪我率高いな。これはもう休んだ方がいいか。もうこれイメージでも精神ポイントだけでも稼いで、これで8月終わりや。もうサクセスも終わった感じがする。無やね。何この人たち。差し入れ、そんなパターンもあんのか。アロマグッズが1増えた。そして9月突入。いやだからこれもっと早い段階でピラミッド作っておいたら、よりさ、こうやってアイテム持ってきてくれて戦士作りとかね進んでたと思うんだけど、やっぱ今完成させたこと何もかもが遅かったんやね。ほんともう取り返し効かないって感じ。終わりはもうすぐそこにあるって感じ。